ゼロリノベは株式会社グルーブエージェントが運営する不動産仲介リノベーション設計試行サービス2011年11月11日に株式会社グルーブエージェントが設立2015年3月より不動産仲介リノベーション設計試行サービスであるゼロリノベの事業を開始する2018年12月に 一般社団法人リノベーション協議会が主催するリノベーション・オブ・ザ・イヤー20181000万円以上部門にて最優秀賞を受賞。ゼロリノベとは居住空間に仕切り壁を設けることなく家具で空間構成をする手法として生まれた言葉。都市で暮らす人が住む空間において何が必要なのか。 何がいらないのかを極限まで削ぎ落としたゼロ空間というコンセプトを原点としている。この状況においては、うちには仕切り壁は存在しない。最初の空間に仕切り壁を作らないことで、子供に部屋が必要になった時は、家具、カーテンのインテリアコーディネートや簡易壁で空間を仕切り、子供が育てば撤去をするという可変性を持たせる。この手法によって、 家族のライフステージにおいての人数変化に対応しやすくなる。一方で、昔の日本家屋のように子供部屋はいらないというニーズにも対応できる。壁で仕切らず、子供部屋もなく、障子で緩やかに仕切っていた日本家屋の考えは、仕切り壁からの解放、空間の自由につながる。また、物理的な空間の自由から派生し、現在では家を買うことで自由になる意味合いでも、 ゼロリノベという言葉が使われてきている。すなわち、究極に削ぎ落とされた空間に加え、住宅予算における無駄な部分を削ぎ落とし、余剰を自己投資や大切な人との余暇など、人生が幸せになることにお金を振り分ける、住宅ローンからの解放、自由という概念が含まれるようになった。ヤフー不動産公式サイト、2019年10月21日閲覧。 リノベーションオブザイヤー2016遊び心ないえリノベーション協議会2019年10月21日閲覧リノベーションオブザイヤー2018家具美術館内へリノベーション協議会2019年10月21日閲覧ありがとうございます